YouTube ご覧の皆様、こんにちは。大石ひろこです。今パシフィコ横浜の純烈と八代亜紀のコンサートが終わって、1階のお土産コーナー J 農協のお土産コーナーの脇の1階の喫煙室の隣のおトイレの中で、障害者用トイレでお話ししています。生中継です。純烈のコンサートライブを見て、白木さんのライブを見て感銘を受けました。白川裕次郎さんに今からお会いして、先ほどお土産屋さんに買ってきた草餅、中にあんこが入ってるお餅の、お餅のあんこのお菓子を差し上げたいと思うんですけど、お会いしたいと思うんですけども、お会いできないでしょうか。白川裕次郎さん、よろしくお願いします。結婚をお付き合いしてから考えてください。よかったら私お付き合いしませんか。51歳ですけれども、バツイチですけれども、真面目にやっています。真面目に毎日を送っています。タバコもお酒も嫌いです。真面目に家でも牙もやりません、パチンコもやりません。真面目に過ごしています。よろしかったら私とお付き合いしませんか。カラオケ三昧です。カラオケが大好きで、ピアノ弾くことと歌うことは大好きです。この私でよかったら一日でもいいですからデートしてください。お付き合いしてください。よろしくお願いします。白川裕次郎さんっておっしゃるんですよね。よろしくお願いします。お付き合いしてください。競技者か他の方にもこういうことできますが、本名は純烈の白川裕次郎さんです。ライブを見て楽しました。よろしくお願いいたします。あなたのスタイル、顔立ち、声、会話、お話の内容を聞いて素晴らしい人かなと思いました。ライダーの変身の姿も見れたし、運動神経がいいんだなと思いました。運動神経がいい方が好きです。よろしくお願いします。お付き合いしてください。結婚には至らなくてもいいので、一日でもいいからデートしてください。よろしくお願いします。今障害者用トイレにいます。すごい混んでいます。トイレがすごい混んでいます。お土産屋さんでまたもう一品買うので、あと2000円あるので、あと母の待ち合わせなんですね。クイーンズスクエアのレストランで、食べ放題のお店で待ち合わせなので、そこを帰らないといけないんですけれども、夕食を母として家に帰宅する予定です。外食して帰る予定です。よろしかったら夕食一緒に来ませんか。私と母が払ってくれると思います。私は今障害者年金、4年期障害者年金が15日に19万6600円支給されるんですけれども、それが出るまでちょっとすってんてんなので、1週間に1回1万円いただけるということで、母が月に4万円プラスしてくれるそうなので、19万6600円プラス4万円です。毎月それだけお小遣いがあります。で、毎月5万は定期預金に貯金しております。横浜信用金庫に貯金しております。5万円、母は夕食おごってくれると思うので、一緒にしませんか。夕食いかがでしょうか。パセフィコ横浜かインターコンチネンタルか、ここら辺の素敵なホテルのディナーを食べません、召し上がりませんか。お待ちしております。今障害者用トイレにおります。お土産屋さんコーナーで、あともう一品買おうと思うので、ここを招待してくださったうち母のお友達に手土産を用意準備しますので、これからお土産屋さんでもう一品買えますので、もう一品お土産屋さん今から出ます。失礼します。大石ひろこでした。失礼いたしました。